こんにちは、うん、こんにちは。今日はですね、素晴らしいゲストの方をお迎えしてまして、作曲家であり、編曲家、はい、音楽教育者としても多方面で活躍されている匠秀俊さんをゲストにお迎えしています、はい、匠です。よろしくお願いします。今回の動画収録は東京板橋にある音楽スタジオサウンドスペーススタジオにて収録しています。匠さんはオーケストラのアレンジから、はい、うん、元小編成の室内楽みたいなものから、はいはい、あと大学の指導もあって、はい、そうですね、大学教えてます、はい、で執筆活動もたくさんされていて、あと DTM 講師としてもね、そうですね、もう長くやたくさん長くやってますね、ますね。知ったきっかけは僕そこだったりします。匠さんを知ったきっかけっていうのは、そうですね、はい、結構某有名なオンラインのスクールの、はいはい、名前全然言ってもいいんですよね、はい、言っても全然大丈夫です。スリープフリークスという割と老舗の DTM の、 情報サイト、はいはいはい、そうですよ ね長いですよね、スリープフリークスさんもね、なんか初めてそういうオンラインをね、はいはいはい、やったみたいなスクール、はいはい、でその時にケンジさんいらっしゃ、あれなんですか、動画作成制作でコンテンツ作りで、そうなんですね、はい、でなんかこうホテルのどっか食事とか、はいはいはい、あの忘年会的なねそれです、はい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 、あそこでお会いして、そうだそうだ、はいはいはい、僕はあの時にギタリストって伺って初めて、はいはいはい、あギタリストなんでギタリストがいるんだろうそうですよ、おかしいですよなんか、はい、そうそう、なんかギターアンプのソフトのチュートリアル的なのを、そか、あの代表の方にお誘いいただいて、なるほど、そういうこともされていて、あと10月からはね、ご自身のスクールを開講されるっていうことで、もうすぐですね、10月ね。そうですね、ね、もうね、あっという間ですね、はいはい、その辺のあたりもいろいろお話聞かせていただければと思いますので、はい、匠さん今日はよろしくお願いします。お願いします、はいはい、で最近は最近ですよ、ね、たくさん活動されてますけど、どんな感じなんですか、はい、最近何をやってるって難しいんですけどね、近いところで言うと、某、あ、これも言っちゃっていいですかね、リットミュージックさんの、はいはいはい、あのできるシリーズっていう、はいはい、初心者向けの、はいはいはい、あれの、まあ、僕これまで楽天とか音楽理論とか、はいはいはい、やってきたんですけど、今度はいよいよキューベース、おー、はい、できるキューベース、できるキューベース、はいはいはい、まあ、スタジオ1っていう DAW は1回出してたんですけど、うん、はい、それのキューベース版みたいな、うん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 、ケンさんも今これはまだオフレコですか？一応オフレコですよね。ですか？やってますけど、ね、あ、そう、匠さんに紹介していただいて、うんうん、内容はね詳しく言えないですけども、ね、ある教則本も今執筆中です。すごく期待だってすごい今までないようなね。そうですね。ないですね。ないですね。あんまり詳しく言えないです、ね。そうですね。でもお手本がないので、うん、難しいですけども、でもやりがいもありますね。唯一のね感じになる。他に多分やる人あんまり類書が類書がないないないですね。で、今じゃあその立東さんのやつはです、ね、これ言っていいんでしたっけ？これはもう発売日決まってますね。10月の22日、はいはい、じゃあそれはなんか載せていきますね、はいはいはい、あと学校で教えたりもされてますね、うん、学校、そうですね、音楽大学、はいはいはい、大阪の方と、まあ、都内の大学と、うん、あと北海道の方はもうやってるんですけど、3つすごいですね。いや大学僕行ってもいないので、あ、そう、大学って聞くだけでもうちょっとお呼び越しなさい。いやでもどっちかというとこう、うん、クラシカルな方もあるんですけど、うん、大阪の方は割とこう商業系の、うん、ポピュラーミュージック、はい、ージック、だから打ち込みベースの、おー、そう、ね、割とだからギター弾く生徒さんとか、あ、そうですね、いっぱいいますね、はい、大阪音大、大阪音大、はい、有名ですよね、大阪、関西では割と老舗の、ね、はいはい、大学ですね。あとそれあれですよ、楽譜に関してもすごいたくさんやってらっしゃるんですよね、うんうん、楽譜を書く、そうそうそう、うんうん、やってますね。ですよね、はい、なんか例えばこれ、はい、多分ね、僕のチャンネルのユーザーの方って、うん、まあ、ギターがメインだと思うんですよ。ですよね、ギターがメインで、うんうん、まあ、打ち込みをちょっとするかなとかっていう方はいらっしゃるかもしれないですけど、うんうん、なんか、うん、あれですかね、じゃあ楽譜っていうと、うん、具体的にどんなことされるの？具体的に、ええ、おお、なんかすごい質問ですね、はい、はい、いろいろありますよね、まあ、例えばメロディーだけ書いてあって、はいはいはい、まあ、コードが書いてある、うん、いわゆる C メロ、はい、昔風に言うと、はいはい、リード C とか、うん、リード C とか、うん、ああいうものも楽譜ですし、うんうんうん、あとはまあ僕そのさっき言ったオーケストラのようなこう何段もこう書いてある、うんうん、あるいはスコア、はい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 、いますけど、ああいう譜面とかもね
ありますよね。じゃあもう本当にシンプルなものから縦ずらっと長いものまでたくさん書かれる、うんうん あ, ね、あとまあギターだとバンドスコアのタブ譜、タブ譜、はいはいはい、あれ難しいんですよ。あ、そうですか、はあれ読む方は割と便利、便利ですよ ね, ですよね、便利です。あれ書く方はしんどい。吹奏楽の編曲っていうと、例えばなんか有名なヒット曲があって、それを吹奏楽用にアレンジするとか、そういうことですか。ありましたね。僕つい最近あれだ、あの、はい、生き物がかりさんの、はい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 、au さんのタイアップの吹奏楽アレンジみたいな、はい、それはじゃあ売られているんですか、うん、それは、au のサイト、企画サイトがあって、うんうんうん、そこで無料で今ダウンロード、へえ、無料で、うん、なるほどなるほど。だからいろんな学校で演奏してねみたいな。そうなんですね。さすが無料でやってないですよ、それね。仕事は無料じゃないです。配るのは無料。それあれですね。あの、うん、そこはちょっとあの間違えてほしくないのは、うんうん、無料でユーザーの方に行くものは全部無料じゃないですよって。僕らも生活ありますからね。そうですよね。仕事やって無料って言われる、それ仕事じゃないじゃんって。そういう感覚あるんですね。なんかほら今無料が多いじゃないですか。あ、そうかそうか、はい、インターネットって無料じゃないですか、うん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 、基本的に。そこでちょっとなんか、うん、そうじゃないところもあるっていうのは理解していただきたいなってしますよね。そうですね。本当にいろんな活動されてきたと思うんですけど、自分の中でこれが好きだっていうのありますかね。あ、好きだね。難しいですね。難しいですね。まあ最初のきっかけっていうのがやっぱり、はいはい、あの劇版なんですよね。あの最初はなんかちっちゃいこう小劇場みたいなあの演劇、そこの音楽をこう作るとこからスタートしたり、はあはあ、それが学生の頃でした。大学生の頃。すごいですね。音大生の。はいはいはい。まあ、その流れでなんかこう映像の方の知り合いとか増えて、まあ映画の音楽とかも、はい、でまあドラマとかもちょっとだけやらせてもらったりとかしてて、だからやっぱりその始まりが劇版だったので、そこはなんかこう思い出が、劇版っていわゆる劇中音楽ですね。 BGM、 はいはいはい、主題歌ではない。わかります、わかります。いろんなね、そう、主題歌を作る人もいれば、うん、歌う人もいれば、うん、劇中のね、劇中ね、映画の後ろでこう、うん、物語を盛り上げる音楽っていうね。ケンジさん、劇版のプレイはする？演奏はいっぱいしたことありますけど、自分では作ったことは、あ、ちょっとある。ちょっとある。でも、本当ちょっとです。はい。基本歌物のヒット曲のギター、ね、はい、まあ、全部ヒットはしてないんですけど。まあまあそこはね、みんなそうですよね。いろいろやらせてもらいましたね。でも劇版のこうギターパートみたいなのも、いや、それお仕事をやらせていただいたことありますけど、でもそこまで多くはないですね。あ、そうですか。確かに、はいはいはい。じゃあ例えばあと、いろんなねお仕事されてきて、これ嬉しかったなと、なんかエピソード、まあ、嬉しいことは結構いっぱいはいあるんですけど、はいはいはい、面白いことでもいいですし、何かあれば。いや、そっか、結構辛いことの方が逆に、なるほど。じゃあ逆に、じゃあその失敗談的な、これなかなか表に出ないから面白いと思うんですよ。失敗談ね、失敗談ね、あー、これまあ使うかどうかわかんないですけど、 あれですね、日本でオリンピック、はい、微妙なとこ来ましたね。なんか面白い失敗とかあります？なんか面白い失敗とかあります？なんか面白いのね。僕あのギターをスタジオに、忘れたとか、スタジオ行くのにギターを忘れたとかって何回かあるんですけど。ギターを忘れる、はい、ギターを忘れてスタジオに入ってしまったって。何時に来たんだろう、おいって。ギターを持ってこなかった。そう、アンプとかね、その他の機材も持ってくるんですけど、ギターだけ持ってなかった。それどうされたんですか？いや、取りに帰りました。もうあの1時間ごめんなさいって言って。いや、すごい不思議なんですが、途中にそういう意識にならない。僕多分どっか抜けてるんですよ、これ。忘れ物多いんですよ、すごく。はでも移動してくるわけですもんね、スタジオまでね。もう完全に荷台のあの位置に積んであるっていうつもりで。車、うんうん、車ですか、車ですか。あ、そうかそうか、はい、いや歩いて、それ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 、いや身軽だなって。そうだね、あのなんかほらクラシックの人とかだとほら、そうですよね、楽器一本でね、くるっと持って電車電車で行くとか、ね、持ってないとおかしいなって。ギターって割と機材が多いんで、ね、アンプから全部やっぱスタジオ持ってくるんで、それは忘れますよ、車なんですよ、うん、それは忘れるわ、情けないよね。じゃあ楽譜系だと、楽譜系っても変ですけど、聖書とかもされるんですか？はい、あの、まあ、上書って言って、いいんですよ、聖書、そうですね、うん、あの出版用にこう、綺麗に
整え、はい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 、それだけは受けることもあるんですか、うん、っていうかそういう専門職なんですよね、はい、だから車夫屋さんとはちょっとまた違う、うん、ニュアンスはちょっと似てますけど、車夫って手で書くやつですね、はいはいはい、あれをまあコンピューターでこう作って印刷用の版下、はいはい、半下、半下っていうんですね、楽譜の半下、おお、うんうん、専門用語出ましたね、半下、え、そうですか、半下って言わない、いや聞いたことないです、僕知らない、そうですか、さすがやっぱたくさんやってらっしゃるから、でもなんか本書かれるとやっぱりフレとかこう、あ、それは書きますよ ね、はい、あれをそれこそ僕みたいな人が綺麗にこう、はい、打ち直して、すいません、じゃあ僕今ロジックの譜面出てきた、そう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 、だから基本的にみんなこうあの読みにくいこう、すいませんすいません、はい、ロジックとかキューベースのそのまま、はいはい、あれを読みやすいように、読みやすいように、あ、じゃあデジタル版シャフや、シャフやすって言うんですけど、そういうこともですね、簡単に言うと、それ大事ですよ ね、 大事ですね、正しい表記でも、うん、見やすい見にくいめちゃめちゃありますよね、ありますよ ね、 ね、まあ、使う方には、譜面使う人には分かると思うんですけど、うんうん、いや分かります、そうだ、あ、譜面ソフト、はい、フィナーレ終わっちゃいましたけど、いやメインの譜面ソフトって何ですか、ちなみに。いや、もうもちろん僕はもうあの当時からね、譜面 それがしかなかったっていうか、もう完全にフィナーレ、フィナーレ結構ショックですよ、ね、いや、もう何に例えてたら分かりますかね、皆さんね、何だろう、ギターのメーカーでいうとフェンダーがなくなった、フェンダーがなくなった、そんな感じですか、ね、どう一緒、うわ、確かにそうですね、フェンダーがなくなった、ギブソンとかどうなった、ギブソンは、うん、あのなくなってはいないです、あ、そうな、いろんな会社に買われ続けてます、はい、そう、だからそういうのがなくなったっていうのと一緒ですよね、まあ、そうか、どうします、むしろ、むしろというかこれからね、まあフィナーレってほら使い続けることはとりあえずできるっていうか、うん、維持はできるんで、しばらくはそれで、うんうんうん、はいはい、行くんですけど、うん、まああの OS ね、対応ね、だから OS、 新しいそのコンピューター壊れちゃったら、はい、もうちょっと使えないの で、 ですよ、ね、並行してその乗り換え先、うん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 、なんですけど、僕も忘れ物も多いんですよ、忘れ物とかって忘れ物はないですね、まあ、そういうでかい失敗はないかな、ちゃんと、じゃあ失敗なくちゃんとやってこられたって感じですね、辛い思い出はあるけど はあまり、うん、なるほどなるほど、締め切りとかを、あ、僕ね締め切りめちゃくちゃ守るんですよ、ってか早いんです、あ、素晴らしい、それは、うん、作曲家って大体、はい、ね、守れない人、あー、と時もありました、ごめんなさいってね、あ、割とちょっとみたいな、ちょっとみたいなね、あれ、いや僕小心者でできないって思って、あ、素晴らしい、うん、いや、みんなだちょっと尊敬するんですよ、あの、はい、ギリギリに出したりとか遅れて出す人って、あれは基本ダメだと思ってて、うんうんうん、でもギリギリにならないとなかなか、うん、でね、力がいますよ、ね、できなくて、うん、一応ダメ元で聞いてみるんですよで、うん、例えば、うん、締め切りまであと6時間っていう時間になったとして、うん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 、これ絶対無理だと思った時に、あの明日っていうのは明日の夜ですか、うん、っていう聞き方したりとか、あ、明日の夜っていうと12時過ぎちゃったら次の日になっちゃうから例えば次の日の朝とか、うんうんうん、聞き方オッケーってもらったら、やった、やったあの僕変な作曲家らしくて、ほうほうほう、あの結構曲書く人ってイメージこう乗ってる時と乗ってない時ってあるじゃないですか、はいはい、ありますあります、はい、僕ね、うん、今日は例えば4小節とか、今日次の日は8小節とかって決めて書くんですよ、すごい機械のような、そう、すごいですね、おかしいですよ、いや、それはでも頼む方からしたらめちゃめちゃ頼みやすいですよね、なんでそれは、ね、お仕事としてすごい安心感ありますよね、だからやっぱ安心感って感じがします、なんか安心の匠秀吉、ああちょっと感じがします、なんかだからこう締め切りの日にちを割るんですよ、うん、で1日ここまで進めば、うん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 、完成するって、すごい夏休みのドリル、すごいですね、夏休みの宿題に、うん、楽譜とかって、うん、もう正解がちゃんとわかるじゃないですか、これは間違いとか、音楽って正解とか不正解ってとてもつけにくいものだと思うんですけど、楽譜って割と正解がちゃんとあるものですよね、いや意外と、そうでも意外と、例えばリズムの書き方もほら同じリズム、そうかそうか、そうかそうか、何パターンも書けたりとか、あ、そうだ、うん、でも例えば、うん、間違いっていうのは明確にわかりますよね、楽譜だと、
うん、4拍子の曲の一小節に八分音符が9個入ったんですよ、うん、間違いですよね、間違いですね、うん、それは明らかな、ね、おかしいっていうのもあるし、ね、9個目の八分音符は気持ちとしては中なんだよっていうのは、うん、楽譜としては NG ですもんね、そうですね表現としてその気持ちで弾いてるっていうんだったら分かりますけど、教えることって、うん、あの、うん、その教則本あと大学とかって、はいはい、教えるってことをたくさんやってらっしゃる中で、教えることについて、はい、どんなアプローチをしているかとか、どんなアプローチですね、大切にしていることとか、大切にしていることですね、まあ、ちょっと思いついてるのは、やっぱり先ほどほら音楽って正解とかあんまりない、だからどうしてもほら学校の先生ってこうじゃなきゃとか、はい、こうしなさいみたいなことになりがちじゃないですか、はいはいはい、だけど音楽の場合ってそれがない気がするので、なんかこう、まあ、一緒に作っていくっていうようなスタンスを考えますよね、一緒に、ね、例えば生徒さんがなんか作ってきて、これに対してなんかこうアドバイスするんですけど、こうしなさいでは絶対ないし、こうしてみたらどうだろうみたいな、やっぱりこうやり取りが今のこうしてみたらどうだろうって言い方がすごい良かった、うん、こうしてみたらどうだろう、僕が生徒だったら、あ、すごいなんかあ先生についていっちゃった、いやいやいや、そうだからあまりこう決めてつけないっていうのは音楽は分かります、そこは、はい、でもやっぱりほら教えるって言うと、まあ、教えなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、ちょっとややこしいですけど、はいはいはい、なんかそういった時に、はい、一緒にっていうその姿勢をもちろん、それももちろん大事だと思いますけど、なんかどんなことを具体的に教えるんですか、例えば大学だと。その大阪の方は、はい、なんでしょうね、あ、僕が今受け持ってるのはその、うん、やっぱり劇伴のクラス、あ、劇伴のクラス、はい、だから映像にこう音楽をつける、お、うん、はいはいはい、もう練習としてその授業でやるっていう、それをまあ一斉にじゃなくて一人ずつ個別にやってるので、それをこうなんかまあ同じクラスにいるんだけど個人的にあの制作してるようなところ、それを順番にこうチェックしてっていうか、あの一緒に何かお題があるんですか。そうです、お題はみんな一緒、一緒、まあ一緒に進めることもあるし、あの人によってお題をこう変えたりとか、そういう感じでやってますね。映像を見せるとか、うん、それもしくは物語を考えるとか、あ、もうね既存のなんか映像があるんですよ、はい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 、それに自分で音楽をつけてみる、そうですね、うん、それは大学の、はい、大学が持っている既存の、まあ、そうですね、あの別の先生が過去にやった映画のワンシーンとか、はい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 、うん、もうリアルなものに合わせて使ってますね。だから全然違うものができる、でしょう ね、 ね、アプローチがね、川の、例えば川のね、うん、小川のセサラリの映像があって、これにつけてみようってやっぱり人それぞれ、ね、全然違いますよね、はあ、うん、これ面白かったってあります、なんかこれはびっくりしたとか、全然あ、結構毎回びっくりします、あ、そうですか、うん、やっぱり自分がではこう思いつかないものをやっぱりねやってくるっていうのが、人が作るっていう、そういうことが、はいはいはい、世代とかもやっぱり、ね、ありますね、圧倒的に、ね、年齢を離れてると思うので、うんうん、あ、そう、その世代はやっぱり大きくあると思うんで、うん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 、だから今の人たちは今の感性でこうやってくるし、うん、僕らはあのやっぱりちょっとその世代ね、うん、僕らの世代の感覚でいくんで、そこをこうぶつけてみるっていうのも面白いかなと。面白そうですね、はい、世代の壁をちょっと忘れたコラボレーションというか、うんうん、僕らはこう考えるけど、うん、でも若い人はこう考える、あ、それはすごいいいです ね、 ね、はい、その僕らはっていうその、うん、あえてそのおじさん世代といいますか、うんうん、そうそう、っていうところはやっぱりその世代でしか分からないものってありますよ ね、 ね、あるんですよね、その時のテレビ番組とか見ていたものとか、教科書の内容とかも違うかもしれないですし、それありますよね、うん、それでお互いディスカッションできるってのはすごい素敵ですね、うん、それがまあ授業でやったいことで、あのたくさんほら、うん、知識は当然すごいたくさんあるので、うん、そうすると、はい、どうしても今でいうマウントになって、うんうんうん、それは脳だから、うん、こうっていうのを SNS とかでもよく見かけますよね。いや、見ますね、そうでないんですね全然ね、うん、そうなりがちにほらどうしても年取るとなっちゃう気がするんで、そこは気をつけてやっぱり、うん、たまにだから若い人とこう、うん、飲んだりする機会を作るようにしてますよね、はいはいはい、今 SNS とかだと演奏してみた動画とか、ね、歌ってみた動画とかを若いアマチュアの子たちが見てほしいとか聞いてほしいとかいうところで上げてるのを、それはなんとか
違うとかって言って、あれなんでそう言うんだろう。分かんないですよね、うん、なんでですか、ね、なんででしょうね。なんか面白い失敗とかあります、なんかそうやって絡んでくる人って、うん、結局、うん、多い印象ですけど、結論そうなんですよね。 あと1個ね、はい、僕のそのメンバーシップの方でね、うんうん、質問がある人っていうのでいただいたのがあって、五線譜だと、はい、F シャープ、G フラット、実質どちらも同じキーを別で表記できますが、使い分ける理由はあるのでしょうか。これね、もう定番の、うん、ですよね、うんうん、はい、これね、打ち込みとかされる、うんうん、まあ、キーボードがメインの楽器の方なんですけども、うんうんうん、ボイドスさんという方で、五線譜だとそのシャープとフラットの、例えば弦楽器の人、うん、バイオリンとかだと、うん、例えばそのシャープ、うん、どのシャープとか、はい、レのフラットでちょっと変えますね、うん、あ、らしいですね。詳しい詳しいじゃないですけど、うん、なんか聞いたことあります。なんかだから今の発想はピアノ、あ、はいはい、あのギターもどうなんですか。同じフレットになっちゃうからやっぱり、うん、ピッチ基本変わらないですよね、うん、はい、だけどああいう自分で音程を作んなきゃいけない楽器、まあそれこそあのトロンボーンとかもそうですよね。そうかそうか。あとトランペットだって唇で、そうですよね、高み低めいきますよね。だからやっぱりシャープはそういう、あの例えば音階の中で同音って分かる、うん、あの、はい、C からドに上がるところとかっていう時にシャープでやっぱり表記する、うん、そうするとやっぱこう高めに取るとかっていう解釈ですね。あと今言ったけどやっぱりその音階によってシャープ系フラット系ってどうしてもね、うんうん、音の並びってこう決まってる、キーはありますよね。だからそこはやっぱりイメード音って言うんですけど、うんうんうん、まあそのスケールに沿った書き方、うんうんうん、をしなきゃいけない。あとよくあのほらダブルシャープ、ダブルフラット、はいはいはい、あれも、うんうん、例えば何でしょうね、C のダブルフラットなんでラって言わないんだろうあれってでも前後のこう音のつながりとかあって、うん、ダブルフラットってこう下がって戻るイメージとかってありませんか。なんとなく分かりますね、うんうん、だからストーリーですよね、フレーズの、はいはいはい、ストーリーに応じてその臨時記号。すごい。じゃあやっぱり何でもかんでも楽譜を書ければいいってわけじゃなくて、うん、やっぱある程度音楽を理解した上で書いた方がより正しく表記できる、うん、そうですね。あ、今簡単な例で言うとですよ、はいはいはい、例えばレからドのシャープ行ってレに戻る、はいはいはい、うん、これレのフラットレのナチュラルって書かないでしょ。書かないですね。ね、はい、こういうことだと思います。なるほど、なるほど。だからどこの音からこの音に移ってどこの音に行くかっていう、うん、そこによって臨時。なるほど。でも今思ったんですけど、うんうん、レでレフラット書きます。その要するに、うん、レのが続いてる中でこの時だけレがフラットするっていう時に、あ、それは文脈でありますよね。そう、文脈としてあるあるこの時は実は D フラットのキーに一瞬してるレだから、そういう場合はそういう解釈一瞬転調で、そうそうそう、はい、だから文脈ですよ、文脈ね、わあ、なるほど、うん、じゃあ もうそれは、うんうん、まあ一応ルールはね、一応決まり事としてはあるけど、あるけど曲の中でどういう、うん、あの流れで出てきたかっていう、あ、もうちょっと深すぎ、これは深いですね。でもこれはやっぱなかなか聞けませんよ本当にありがとうございます。いい、めちゃめちゃいいです。これ最高のコンテンツ。あと、はい、もう一個ね、うん、この方はアコギを弾く方で、うん、はい、ドラゴン高宮さんなんですけど、はいはい、アコギを弾いて曲を作ってライブハウスで演奏するのが自分の活動、うんうん、で向上するために音楽理論をどのようなことから勉強して広げればいいのでしょうか。あ、でコードをつなげてメロディーを作っている最低限のことしかしていないので悩んでますと、うん、すごい丁寧な方なんですけど、うんうんうん、なんかアドバイス的な音楽理論のその捉え方、そうですかね、全般ですよね、うん、いや逆にケンさんってどう、その辺ってどう、なんかどういうふうに捉えて、あの困んない程度には知ってますけど、うんうんうん、でも、うん、まあ、変な話、知ってるなんか言えないですね、怖くて、その極めている音楽学というか、もう哲学まで行っちゃってる人っているじゃないですか。いますね、いますね。そういう人の前では、うん、音楽理論分かってますなんか絶対言えないですね。いや、うん、分かります。そこもコードのルールぐらいは知ってますとかそのくらいにしときたいです。だからほら炎上する理由ってそこなんですよ。そこ行っちゃいます、それ。あ、ごめんなさい、まずちょっとの、うん、あ、その先の質問の話、無理にだからこう音楽理論をやろうって思わない方がいい気がするんです、うん、なんか普通に
なんか演奏とかもやってて、うんうん、どっかのタイミングでなんかこれ調べなきゃとか、うん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 、知らなきゃみたいなシチュエーションって出てくると思うんですよね。だそう自分がそこにこうなんか、うん、興味が湧く、うん、た時じゃないと、うんうん、あんまり最初からこう入れようって。でこの方は、うんうん、あの本を買ったりとか、割とちゃんと本を買って、はいはいはい、ネットだとその正しい正しくないが、まあ、分かんないから、興味はお持ちなんですね。そうそうそう、本を買って勉強されてるんですよ、うんうんうん、だから、うん、あのなんか多分答えを知りたいのかなっていう向上意欲っていうのがすごいあるので、知らないこととか知ってみたいっていう、すごいなんかあの、うんうん、学びたいっていう姿勢があるんですね。それはすごい立派、ね、立派でですよね。でプレイされるってことですもんね。そうそうそう、アコギを弾いて。だから音楽理論ってこう仕組みみたいな、こうセオリーみたいなのだけで終わっちゃう人いるんですよ。音楽理論来ましたね。やばいですね。やばいです。これあれですね。音楽理論必要不要論になっちゃうかもしれない。なっちゃう。これ荒れますね。荒れます。これやっぱ表では言えないですね。言いにくいですよね。これね。これ多分メンバー限定かもしれないですけど、であれですかね。必要不要のその辺どうですか。今 SNS で盛り上がってますけど、やっぱり間違ってることを言っちゃってたら。うん、その人は間違ったまま進んじゃうわけで、うんうん、場合によっては合ってるし、場合によっては合ってないよっていうのを分かった上で、うん、見てる人はね、食いついっちゃう、ね、まあそれを仕事としてやってる方もいるので、うんうん、余計難しくなるんですよ。だから片やそれがすごいいいものであり、うん、片やダメなものなんですね。なるほどなるほど、うん、そうなると正解って何ってなりますよね。正解っていうか、その曲の求めているスタイルに合わせましょうですよね。ただクラシックの中でも時代によって変わるんです、はいはい、だから最初のそのモーツァルト、ベートーベンの時代はダメ、うんうん、だけど後半に例えばドビッシーとかね、うんうんうん、あのラヴェルとかっていうあのフランスのこう音楽になってきたら、それを壊そうっていう動きですよね。その古いドイツからフランスに来たんですね。だからそれもだからスタイルがこう変わってったってことですね。ちょっとでもレッスン動画みたいなのあるじゃないですか、ただで見れる。あれは難しいなと思って、普通にただで見れるから、うん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 、例えばギターを始めようと思って、うん、最初に YouTube 見る人ってやっぱめちゃめちゃ多いと思うんですよ。そうでしょうね。本格で、うん、そうだと思います。そうなんですけど、うん、でもそこでやっぱり、うん、なんか面白い失敗とかあります。なんか個人的にはエンタメとして捉えるか、うん、ちゃんと教育というか、うん、学ぶっていうことで、うん、見る側がちゃんとチョイスしなきゃいけないんじゃないかなって気はします。いや、それはその通りですね、うんうん、あの見てる方がジャッジしない。そうなんですよね。ただ難しいですよね、最初って。で、あと音楽学校始めるじゃないですか、うん、はい、そこはどんな感じでやられるんですか。そうですね、まあ、あんまり大きくしない、こじんまり、うんうんうん、あの本当に自分のこう周りで見れる範囲で、うん、まあ、基本的に作曲、まあ、DTM を使った、はい、DTM、うん、使った作曲なんですが、はいはいはい、なんでしょう、例えばこうどうしてもなんか打ち込みのテクニックとか、うん、なんかそういうのにこう、うん、巷の作るって、はい、とかしてる気がするので、なるほど、はい、で、まあ、せっかく、ね、やるので、やっぱりその音感っていうか音楽家のこう、うん、テクニックじゃない部分っていうんですか、うんうん、身につけておきたい要素、はいはい、まあ、耳の、ね、うん、問題だったりとか、うんうん、まあ、それこそさっき言った譜面、うんうん、譜面とかもやっぱり書かないで済んじゃうことも、はいはい、多いんですけど、うん、まあ、でもせっかくだからなんかいろんなこうミュージシャンとやっていくときって譜面やっぱり便利なんですよね。便利ですよね、はい、っていうかそれでコミュニケーション取ることがあるので、うんうんうん、なんかそういうところも割とないがしろにされがちなところをどうせ僕がやるんだったら抑えて、それを踏まえて今のそのツールを使ってやるかなって思って まさにお墨付きというか、やっぱ匠さんがその、はい、ただ楽譜のこととか、はいはい、DTM のことも含め教えるっていうのは圧倒的にやっぱ信頼感がめちゃめちゃあるので、やっぱそれはそういう方がね、そういう学校で教えるっていう行動を取ってくださるのはなんかすごい安心できますよね。すごい、まあ、そこがやりたかった部分ではありね、ますね。学びたい人って多分いるんですよ。その、僕もそうですけど、はい、座学として音楽理論を学びたいって人もやっぱいるじゃないですか。あ、いますね。自分はミュージシャンじゃないし、うんうん、歌がうまいわけでもなく楽器がすごい得意でもないんだけども、うんうん、ちょっとこう弾き語りとかするのにも知りたい、うん、このコードってなんでこれなんでこうなんだろう、こう感じるんだろうとか、うん、そういうのをロジカルに理解したいって人っていると思うんですよ。知的好奇心、そうそうそう、ね、そう、音楽上バッチリですよね。そう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 、はい、
仕掛けが分かるとか仕組みが分かるとか。やっぱりお好きですよね。好きです、ね、結果的に好きです ね。だからこう話が多分そうです、ね、噛み合うんだと思うんですけど、はい、でもそういうのって、うんうんうん、いや確かにないがしろにされてるし、うん、ないがしろっていうか、うん、まあ、ないがしろって言い方はちょっとネガティブかもしれないですけども、まあね、うん、まあ、なくてもできるの で、ねね、なっちゃう。確かになくても名曲は作れますし、うん、名演奏はできると思うんですけども、うん、でもそこを学ぶ楽しさっても絶対ありますよね。そう言っていただくと ね、分かりやすいですね、うん、それをあえてっていうのは、うん、多分欲している方っていると思いますし、うん、だから変な話、欲してる方にとっては待ってましたって感じだと思いますよ、うんうん、そう思っていただけると ね、本当に。あれそれはあれどっか校舎、まあ、中野の近くの、うん、まあ、知り合いのスタジオをちょっと一部屋、まあ、借りて、はいはい、そこでやろうと思って、はい、じゃあ、はい、オンラインとかではなくて、うん、まあオンラインも最近増えてるから、できればこう対面で面と向かってこう、はい、やれるとこ温度高いですね、その方が ね、そうですよね、絶対高いですよね。そうそうそう。で学校はいつ開校というか、一応今のとこ10月から、はい、あもうすぐですね、はい、スタートしようと思ってまして、はい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 、今日撮ってるのが8月の後半なので、はいはいはい、もう1ヶ月ちょっと、そうですね。あスクールの名前っていうのは、私のイニシャルで、はい、匠秀俊なので、はい、HT、うん、ミュージックスクールっていう、はい、そのままそのまま、はいはいはい、楽しみですね。でもね、すごいね、ちょっとどれぐらいのって、うん、ね、反響がっていう感じはあるんですけど、うんうん、でも、まあ、せっかくなので、そうです、ね、はい、詳しくはね、あの概要欄に概要欄に行きますので、そちらぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい。というわけですね、うん、結構長くなりましたけども、匠さん今日はありがとうございます。いやいや、まだ話足りない。話足りないことで、もうこれ取れ高すごいんですけど、そうですか。匠秀俊さんに、はい、来ていただきました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではまた。さよなら。